いや大変なことになってます。スタジアムへ行こうと思ってもパーク&ライドが満員御礼、シャトルバスも満員御礼、2時キックオフですから、どうやって行こうか悩んでる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私はバイクで行こうと思っております。自転車、バイク、徒歩が一番確実です。ただね、そういうわけにもいけませんから。その次に確実なのは光の森駅に車を止めてシャトルバスで行く方法。あと個人的に、まあ、これは確実とは言い難いんですけど、個人的に私がおすすめしているのはここ、運動公園の B 駐車場です。ただここも当日のイベント次第では満員になってるかもしれませんので、あんまり確実とは言い切れません。そしてチケット完売という情報が出てますが、こんな感じになるかもしれません。完売、ただ鑑賞帯を たくさん作ってるんで2万人以上は入れないんじゃないかと勝手に思ってるんですが、どうなんでしょう。さあいよいよ一世一代というか、ロアストが初めて経験するプレーオフまでもう少しですが、その前に4位を確定させてホームでのプレーオフ開催を目指してみんなで後押し頑張りましょう。いやー、まさかの満員で、あとチケットがもう購入できないみたいなんですよね。チケットどうやって、もうQR チケットの招待券を持ってる方ももうチケットに変えられない、満席になってますね。その辺はどうなってるのか、ちょっと詳しいことは私は分からないんですけど、まあとにかくたくさんの人が来るっていうことは確実なようです。無事チケットをゲットできてる方はスタジアムでお会いしましょう。